赤穂夢物語、うん、令和16年ロケ地でお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございました。いや本当にこれから楽しみです、ね、今日監督赤穂に入るんです。あ、なるほど。なんで、明日赤穂を撮ります、いろいろね、うん、その後相生が残っとんで、相生撮ったらオールアップです。一応ロケは終わりになります。まあ、監督今日から来る言うても本来明日来たらいいんやけど、まあ、今日夜すき焼きそうかあったらいいです。はい、今回姫路市内のロケ地は2箇所なんです、ね。はい、1箇所はここ出身会、はい、もう一つは亀山は本当本当です、うんうん、で姫路はねお寺と神社なんです。なるほど、そうですよね。なるほど、なるほど。お寺さんと神社の2箇所でロケをしたと、うんうん、で修正会というのはどういうふうな活動をして、はい、まあどのような団体かいうやつ、ね、そうですね、またその辺またいろいろ紹介。あ、そうですね。ありがとうございます。神主だと言ってるので、世間の神社の神主と同じようなことは実際にしてるんですけど、はい、昭和24年に結成して、まあ、70年余りになるんですけども、はい、海藻というのは私の祖父で、はい、で戦後の時期に、病気治しをしてたという、はい、そこからこの教団を作ることになったんですよね、はい、ですから実際には祖父が丹波から出てきて、はい、で大阪に行って、で朝鮮総督府の方にいたので、はい、ソウルに行ってて、はい、で神戸に、来て、はい、で高砂でお世話になりながら姫路やとか高砂で、はい、そういう活動してたんですね、はい、ですから神社庁には入ってないんですけども、はいはい、まあ、多分神さんごとでそうやって皆さんのお役に立てたので、はい、その皆さんの支えでこうやって教団にさせてもらったかなと思ってるんです、はいはい、その辺って一方では祖父が何かをしてきたで、そのやっぱりただただ信者さんからしてもらいっぱなしではなくって、その祖父とか海祖がやっぱり、うん、皆さんにこう何かをしていかないといけないとずっと言ってたので、そのお互いの関係で維持できてるんやなというのもよくわかるんでね、はいはい、それを、うん、僕は見たことないけど、うん、それを感じとうからやっぱり毎日1日行こうかなというのは、うんうん、ありますね。そうですよね。だから実際にはやっぱり祖父の時代からがんがやっぱり不治の病だったので、でそれを治してきたのもあるので、いまだにやっぱりがん封じの守りとかがんの人のことでお越しになる方多いですね。ホームページもがん封じの神社って最初に書いてましたよね。そうですね。だからうまくこう検索をかけてそうやってお越しいただけるので、まあそのことをやっぱりきちんとできるだけお役に立てるようにしようとは思ってるんですけどね。だからまあ本当にがんが日本で割に多い病気というか死因になる3分の1くらい。そうですね。だからきっととか、まあ、お守りで皆さんの何かこう役に立てばいいなと思いながら、やっぱりこう
がんという病気そのものを見ていった時に、うん、はい、あの自分の体の一部はがん化しているので、だからあの一方ではお医者さんのように、うん、あのがんをあの、まあ、治すというかやっつけようというのも分かるんだけど、自分の体ですので、あのどんなふうにこうあのそのがんと付き合うかというのをあの見て取れるようになると、もう少しあのあのストレスを落としてあの病気と付き合えるというか病気を治すことができるんじゃないかなとは思うんですけどね。修正会としてあの今後の活動、あ、そうですね、はい、そういうのを一応アピールして、あ、ありがとうございます。思うんで、あの何ていうかな、あの修正会があの結成70周年超えてあのこうやって存続させてもらってるのも役目があってのことだとは思うので、はい、でその役目があの今後果たせるようにっていうのを考えると、あの今までの病気治しとは違うもの、やっぱりあの強化育成の部分で、十分に今までできてない部分をもう一度フィードバックかけながらあの皆さんにお伝えしたいかなと思うんですね。で、とりあえずなんかあの何て言うんだろう、僕にしたら当たり前と思ってた瞑想というのが、あんまりこう頭で考えるのでないこと、はい、そこを生かせるようにと思ってて、うん、で間もなく、間もなくっていうのはいつになるか分からへんねんけど、うん、瞑想の本も、うん、出させていただくので、はい、それ読んでいただけるかと思うんやけど、はい、実は先代の会長が矢野照子で、はい、で3年前に亡くなったんですけども、うん、亡くなる数日間僕はちょこちょことその話をしに行ってたんですね、うん、で実際に95、数えて95で亡くなったのかな、でその最後の方でやっぱおっしゃってたのが、お前瞑想しとるかって言われて、うん、しとるよって言ってたんやけども、小川から矢野照子から瞑想の話をそれまでにあんまり聞いたことなかったんですよ、うん、で僕自身も人さんに瞑想のことは言ってなかったしするんやけど、その場でそんなことを言われたんで、タイミングとしてそういう時代なんかなと思ってるんですね、うんうん、でそれは実際に本の話が上がって、コロナを言い訳にしてなかなか完成せえへんままになってるんやけど、その直前やっぱり世間で瞑想のことがちょっとこう興味が皆さん湧いてるらしいというのがあって出版社からお声がけいただいてるんですね。ですから時代は本当に大きく今変わりなので、うん、それが生きるかどうかわからないけれども、うん、瞑想してそれぞれの方の中でなんか本当らしいものが見つけていただけたらいいかなと僕は思ってるところなんです、はいはい、今の若い子は、うん、なんか卒の方向ですね。ですよね、はい、だから中途半端にスピリチュアル系の方がうまく瞑想できてなくって、なんか分かったようなことをおっしゃってる人らがいるのから言うと、今のお若い方は無邪気にというか、そのままに受け入れていただけるので、なんか見えるようになるところが見えるでしょうね、事柄がね。僕らはね、会長はそういう方向へのはよくお付き合いするのが、ね、よく分かるし、
何が言いたいかいうのね、うん、やっぱりそうだね、やっぱり山口先生がおっしゃってて、この時代の最先端の部分やんと、で多分世の中その方向動くよねって言ってたけど、すっごい動きましたね、動きましたね、はい。